あれっていうか、このファーストトラベルに使うアイテムって作るときって一気に何個か作ってるんですかね。もう一個かと思ったんですけど、そうじゃないみたいですね。これファーストトラベルできたってことは今回。さあ、じゃあ行きましょう。もうなんか立派な村がありますね。これなら早い。なんだっけ、なんかね、こうスライディングしながら滑る、下に滑っていくやり方がある。お、ロスト。はい、何でしょう。さあ、時間だ。準備は。声が小さいな、ロスト。どうした。まだ準備ができてない。準備はできた。準備はできた。ああ、まあな。ただ、想像以上にうるさい。来るのは初めてだったな。近いとこんな大きいのか。じきに故郷のように思える。平気だ。どうだかな。大長老のティルサ様を頼るといい。質問はあるか。母の源。中では一体何をしてるんだ。人々が祝い宴をしている。見たことがないほどの大勢で、この母の源は特別だ。大長老がおわす場所であり、野良族の中心地、聖地の宝石だ。うん、焦るな。じき好きになる。かつて私がそうだったように。本当に受け入れてくれる。だから言っただろう。異端児であっても試練に出られると掟にある。試練を通過した異端児は義勇兵となる、だったな。でも掟を重んじる人ばかりじゃない。信念を持て。部族はお前を認める。最後に教えることはある？ない。自然から学べることは全て学んだ。自然じゃない、あなたから教わった。弓と槍があそこで役に立つかどうか。アーロイ、お前が長年望んだものは弓と槍でしか勝ち取れんぞ。真実だ。なんか今一瞬バグったよ。大丈夫か。準備はできてる。数日で家に戻る？私は家には戻らん。ほら、取っておき。お守りだ。あ、まるでもう会えないみたいな言い方。一番最初にもらったやつじゃないですか。やだ。お前は部族と共に。だが私は異端者だから。言っただろう、心配しなくていいって。こっそり会いに行く。掟を破るのは私で、あなたじゃない。話しかけなくてもいい。この私とのつながりは足かせとなる。頼むから、お前は部族と共に生きてくれ。孤独はもう十分味わったろう。孤独じゃなかった。お前のためだ。私は二度と会わぬよう姿を消す。これでお別れだな。やっと離れられる。わかった。必ずまた会える。いや、これでしょう。いや、違う。足跡はたどれる。どこにいようと見つけるさ。今回は無理だ。いつだって見つけてやるさ。これを身につけて会いに行く。大いなる母の加護を、アーロイ。あなたも。
かせるんだ。うん、今はな。入っちゃった。試練だ。それから、あと俺の兄さん。もういなくなっちゃったね。まあ見つけれるでしょう、きっと。ここから引き返すか、血を見るか、好きにしろ。さあさあ、どいて。道を開けてその子を入れてあげなさい。母の源に歓迎しますよ。さあ、この人いい人だよね。みんなあんなに無礼ではない。あなた、ティルソン。ええ、そうですよ。さあ来なさい。この日を長いこと待っていたのですよ。あ、本当に。もちろん。ただすまないが、行かなくては。今夜は他にも来客がいます。何？別の部族、カージャの特使です。試練を見に来たのですが、ノラはカージャを嫌っている。カージャ？気にしないで大丈夫、後で話しましょう。さあさあ、祭りを楽しんで。あ、右の道を進めば、そなたに会いたがっている者がいますよ。でも知り合いなんていない。それはどうかしらね。後で話しましょう。誰だろう。女神のご加護。どうなってるんだ。昔助けたあの人かな。それとも石を投げてきた人か。盛り上がってますね。おい、わしわしわい。お、みんな普通に喋ってますね。アーロイ、ほら、君だろ。ここだ。お、やっぱそうだ、助けた人だ。君はアーロイだよね。名前間違ってないよな。お前がティルサの言ってたお友達か。誰なんだ。僕のことを覚えてないのか。まあ昔のことだからな。僕はテブ。機械の群れから助けてくれた時は僕より小さかったのに。あの時私が助けた。あのことは忘れない。君が試練に参加すればまた会えるかなって思ってた。見ての通り、腕利き狩人にはなれなくて、代わりに縫製士になったんだ。服や防具を作ってる。うん、この日のために君の防具を作っておいたんだ。マジで恩返しですかね。いくらするんだ。金？たださ、時間経ったけど助けてくれた俺だ。さあどうぞ。いいやつだな。装備、もうなんかいろいろできますね。ほら、ぴったりじゃないか。ああ、どうもありがとう。こんなの着るのは初めてだ。君のものだ。防具としてはこっちの方がいいだろう。前のよりは。すべての防具には長所があるんだ。もちろん短所もね。ごめんね、引き止めちゃったかな。ティルサ様を探すのなら長老の館に行くといい。見ればすぐにわかる。外に怒った群衆がいる大きな木の建物だ。怒った。ティルサが他の部族から使いが来てるって言ってた。そう、みんなそれで怒ってる。カージャが久々に僕たちのこの聖なる地を訪れた。トマトが飛び交ってるんじゃないかな。それか石かも。槍じゃないといいけれど。どっちにしても頭上に注意。オッケー、じゃあそこ行ってみますか。なんかちょっと変わった。でも若干ですよね。なんか少しカラフルになったのかな。そこまで。あ、何これ、この手のマークは何。
今夜は踊るぞ。森の火事より暑い。森の火事より暑い。そこから降りてってば。この酔っ払いがどうして家を登らなきゃならないのよ。しっかり聞きなさい。他人の家の屋根を登ったらダメだって言いたいのか。まずはじめに全ての命が大いなる酔っ払ってんのか。降りなさいってば早く。そうやってお前は俺に頭から落ちてほしいんだろ。私の望みはあんたが降りることよ。お前の望みは俺が一切楽しめないことだろ。いいわ、それなら一晩中屋根にいれば。ああそうする。そうよって。だからなんだ、それでもうまく登れるさ。いや登れるかどうかの問題じゃなくて。マストはハーランと話せる子。まず働く際にインタラクトが大いなる母から生まれた。人々、機械、そして獣たち、皆大いなる母の子、うん、安息の地で皆が共に安寧な時を過ごしていた。だが静寂を破る者がいた。母の恵みを受けながらもなおも欲したのだ。信仰心をなくした者たち、機械たちは彼らに囁いた。あなたに仕えると、この世界よりももっと良い世界を作るのだと。鉄でできた世界、うん、機械は彼らにどんなことでもやろうと語った。食料を与え保護し、豊かな生活を約束すると。こうして彼らは機械と共に去り、ノラの真の子供ら、母親父親だけがこの大地に残った。機械は初めのうちは約束を守り、大きくて恐ろしい都を作った。罪の記念碑だ。だが機械の奉仕も長くは続かなかった。どの機械にも増して力のある機械たちの王が誕生したのだ。鉄の悪魔。やがて信仰なき者たちは彼らのしもべとなった。それでも鉄の悪魔は満足せず、すべてのものを従えようと大いなる母の真の子らを誘惑しようとしたのだ。だが真の子らは山の中腹に集い、大いなる母に祈り、信仰心を捧げた。鉄の悪魔はまるで雷のように怒り狂い、大いなる母の命を奪おうとこの地にやってきた。母は悪魔を永遠に葬った。知っての通り、命を持たぬ悪魔の体は恥と敗北にまみれ凍りついた。王が死んだことで機械たちは発狂し、その心は獣のように凶暴になっていった。信仰なき者たちは都を捨て、その身一つで世界をさまようこととなった。残ったのは大いなる母の真の子らのみ。我らは母と共に全てを築き上げた。今や機械は駆られるもの、鉄は部品を作る素材となったが、敬愛はされぬもの。我らは大いなる母の掟と祈りに忠実であり続けた。来たる危機のために、信仰なき者たちはなおも聖地を欲し、年を追うごとに機械の怒りは高まっていく。病気の悪いノラの子供たちを探しながら。もうこの中に機械がいるわね。ああ冗談よ、ただの見間違い。これで終わり？なるほどね。いいな、しっかり聞きなさい。将来ちゃんと話せるように。これは勉強になりました。全ての命が大いなる母。このね、世界の歴史をちょっと勉強できたような気がします。ある、こっちだ。なんだ、おお。なんでここにいるの。こっちに来てくれ、アロイ。カルスト、はいはい、ここで何してる。カルスト、おい、こら、初対面のふりするんだ。荒野では異端者と取引しちゃならないって起きてだろ。覚えてるよ、話しかけてくれるなんて優しい。おい、怒るなよ。明日の試練じゃお前を応援してんだぞ。お前が勝ったらあいつらどんな顔するだろうな。ほら、最後に補充が必要だって言うなら何でも言ってくれ。それどうしてここに。なんで来た。荒野が好きなんだろ。まあほら、一人で飲んでてもつまんないだろ。
正直たまに寂しくなるんだよ。ほら認めたぞ。バカにするなよ。バカになんてしない。負けてくれるならお前ってやつは。冗談だよカルスト、会えて嬉しい。そんなに優しくすんな。いいですね、なんかこの人たちの。返品は受け付けないからな。たとえ壊れても文句言うなよ。どうしましょうかね。隠密の仮に、その着る洋服によってね、違いますね。どうなんでしょうかね。僕はちょっと、自分のスタイルがまだわからないんで。ただこれは欲しいな。105、半分。今半分もない。頑張れよ。ありがとう。じゃあ行きましょう。じきに試練の祝福を開始しよう。だがまずは客人の歓迎だ。ジェザ、我らはこの2年カージャと平和を保ってきた。今こそメリディアンとの絆を回復させる時。三王国の特使が来訪した。平和の旗印のもとに。何が平和だ。ここに三王の感謝の意を表明する。この感謝状は三王サマード様によって書かれ、一方なき者め。はいはい、天将様が果物を投げるな。ノランの皆さんやめてくれ。俺はオスラン、カージャじゃない。はっきり言うが、13代目の三王は殺人鬼だ。ほんとさ、暴君で怪物、俺の部族も同じように血祭りにあげられたんだ。姉貴だって捕虜にされたさ。カージャを憎んでいた。だがあの凶王はもう死んだ。2年前に殺したのは14代目。権力が欲しかったからじゃない。誰かが父親の残虐行為を止めなきゃと思ったからさ。そうだ、息子がここにいる哀れな妻子が殺したんですね。伝えたいのは王からの謝罪。14代目直々の言葉だ。ああ頼む、耳を傾けてくれないか。いいやつだ。どうも。三王の感謝の意を表明する。これは14代目天将様であられる現三王国君主アバード様のお言葉。あのカージャは住み前に来たところからだ。そういう機会があってもいいんじゃない。頭はげた。この国装置を感じどういうこと。フォーカスをつけてる。私みたいに